Thank you.
はい、お疲れ様です。さて今日の朝ごはんじゃなくて弁当はこちら、黄色いのがこっちを向いてるよ。まるで夏に咲くひまわり。さあ今日はこんな感じ。そして目の前に眼下に広がるレンコンのきんぴらでございます。ね、立体 3D 弁当でございますよ。どうでしょう、いかが。フラッシュ梅干しの上に梅干し、そしてこれはね、塩麹の鶏の揚げ物でございます。3つ入れたらちょっとぐにゃってなっちゃった、ね、どうでしょうか。ドーン。今日もどっちか、ホイコーローのキャベツの代わりにもやしを使ってみました。さあ、吉と出るか、凶と出るかは、俺次第。ね、こんな感じですよ。ドーン。近くに見たらこう、ね。やっとこそトマトの赤がね、生えてるね。赤のそばには緑が生える。ね。ねえ。パセリを置くなら茶色と赤の間という、持論でございます。はい。というわけで、酔っ払っておりますが、朝ごはんです。おはようございます。お疲れ様です。朝ごはん終わったよ。これ余ったからよかったらどうぞ、ね、朝は今日の朝はアジフライです。今まで食べられたことがないです。なんでアジフライ残るんだろうこれ。俺ねアジフライ結構ねちっちゃい頃はねごちそうだったんだよな。ねえ、アジフライ美味しくないですか。揚げたら揚げただらけね残るんですよ。前ね14人いた頃ね14枚人数分やったら13枚残ったっていうね、この現代っ子のアジフライの嫌いをね、なんとかしたい。まあ冷凍食品ですけど、はい、お弁当でーす。はい、こんな感じ。まあ地味ですね今日はね。じゃあ地味、ここら辺に1枚ねレタスかましてもよかったかもしれないけど、まあ金曜日ね、金曜ですけどね。まあでも中身的にはねしっかりガッツリ系だと思うんですけど、若干見た目が地味ですね。今日はあれだ、白系ってやっぱ地味なのね。こういう白が多いとなんか地味だね。赤となんかね緑だねやっぱね。まだまだ修行が足りないけどそろそろ引退したいという中途半端師匠ね、中途半端師匠見たくなってる。もう極めてないけどもうやめたい。そろそろね、そうなんですよね。もうなんかやる気が全然見られないねコメントですけど、まあはい、近いドーン、近くだ。地味だからこっち入れるか。地味だからこっち入れるか。ね、どうしましょうか。はい。はいはい、終わった。やったぜ。さっさって弁当ないぜ。お疲れ様。よかった。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。